皆さんこんにちは。タムロリエチャンネル配信担当のコウタです。今までこちらのチャンネルでは350回以上の生配信を行ってまいりました。最初はシンプルな構成だった配信画面も回を追うにつれ、いろいろなテクニックや技術を取り入れ、徐々に進化してまいりました。この動画では当チャンネルで実際に使用している配信方法や設定方法、テクニックなどを過去の配信を交えながら紹介していきたいと思います。このシリーズを見てもらえれば、簡単に Zwift 配信やゲーム配信を始めることができるようになります。全部を一つの動画にまとめることはできないので、今後複数回にわたってテーマごとに動画をアップしていく予定です。次の動画を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録、通知オンをお願いいたします。まずはじめに、当チャンネルで使用している生配信に必要なものを簡単にご紹介いたします。配信用 PC、 配信用アプリケーション、そしてウェブカメラやキャプチャーボードなどの映像を取り込む機器が必要になります。右上に表示されているのが、初めて当チャンネルで Zwift 配信をした時の映像です。そしてこちらが初めて配信した時の Mac のスペックとなります。到底生配信に耐えられるようなスペックではなかったっていうのが今ではわかります。では次に、配信用アプリケーションを簡単にご紹介したいと思います。一番有名どころの OBS スタジオ、こちらが当チャンネルで使用しているソフトウェアになりますが、他にもストリームラボ、OBS や XSpirit などがございます。まずはインストール方法です。まずはじめに OBS スタジオをダウンロードするところから始めたいと思います。お使いのブラウザーで obsproject.com/jaa にアクセスしてください。アクセスするとこちらのような画面になります。お使いの OS に合ったファイルをこちらからダウンロードしてください。今回は Mac 用をダウンロードしていきたいと思います。 Mac の場合はダウンロードした .dmg ファイルを開いていただきますと、 OBS のアプリとアプリケーションフォルダが表示されます。OBS のアプリをアプリケーションフォルダに移動してください。その後アプリケーションフォルダから OBS を起動しましょう。 Windows の場合はダウンロードした .exe ファイルを開いていただいて、指示通りにインストールしていただければ大丈夫です。 OBS が起動すると最初にこのような画面が出てきますが、こちらはキャンセルで大丈夫です。 OBS を最初に起動した際に言語が英語になっている場合があります。その場合は右下のセッティングからLanguage、 その中に日本語がございますので、そちらを選択して OK すると OBS が一度再起動しますので、一度再起動をかけましょう。ここからは OBS スタジオの基本設定を見ていきたいと思います。今回は YouTube ライブの設定方法を見ていきます。で、右下の設定の方を押していただきますと、このようなメニューが出てきます。出力のタブのところにですね、配信を開始するときにメッセージが表示されるようにっていうのもできますので、場合によってはそちらにチェックを入れてください。はい、では次、配信タブですね。このサービスが Twitch になってるんですけれども、こちらの方をカスタムにしたりですとか、YouTube、Facebook、Twitter などこちら選べますので、今回は YouTube を選んでいきます。こちらのストリームキーを取得を押していただきますと、ご自身の YouTube のアカウントの方に飛びまして、 YouTube スタジオが開きます。左側にストリームキーというところがありますので、こちらのコピーを押していただきます。その後そのコピーしたストリームキーをこちらに貼り付け、これだけで大丈夫です。はい、次は出力ですね。こちらがちょっと重要になってきます。まずはじめに、グラフィックボードが搭載されていない PC での設定方法をご紹介いたします。まずは出力モードを基本から詳細に変更していただきます。配信、録画、音声、リフプレイ、バッファというのが出てきますので、エンコーダーが X264 になっているのを確認していただき、レートを CBR、
ビットレートを今回は当チャンネルで使用している6000、そしてキーフレームは2に設定します。こちらの CPU 仕様のプリセットに関しましてはそのまま変更せずに今回はベリーファーストのまま、そしてプロファイルはこちらハイを今回選んでいきたいと思います。NVIDIA のグローブが入っている場合はこちらの設定になります。現在当チャンネルの配信で使用している設定はこちらになります。音声タブは今回は特にいじりません。その次の映像ですね、こちらも少し重要になります。こちら基本キャンバス解像度、こちら 1080p で配信する場合は 1920×1080、出力の方も同じように設定します。で一番下のですね、こちら FPS 共通値というところ、今回こちらを30から60fps で配信しておりますのでこちら60に設定します。はい、あとはホットキーですね、ショートカットを設定したりですとか詳細設定、今回はここら辺はいじらないのでスキップしていきたいと思います。あくまでも今回ご紹介いたしましたこちらの設定は当チャンネルで使用している設定になります。すべてのパソコンやインターネット環境に対応するものではございませんのでご了承ください。細かい設定に関しましては今後の動画で一つ一つ取り上げていきたいと思いますので、もし何かご希望がありましたらコメント欄で教えてください。次回の動画では実際に Zwift の映像を取り込んだりその他の映像を取り込んで配信テストをしてみたいと思います。